おっと、クサメママ今卵産んでます。ちょうど産んでますね、多分ね。尻尾がこんな出てることはありませんので、はい、ちょっと見守ってね、一個ずつ回収したいと思います。すげえ、俺初めて見たよ、卵産んでるところ。すげえ、すげえな。はい、回収します。いや、産み立て卵、産み立て卵。去年レントゲンに映ってたけど出てなかった卵も入ってるのかな。あ、すげえ、また産んでる。ボコボコ産んでるよ。無精卵かな。お、ポコって出た。はい、本当に丸生まれた。出た瞬間の卵です。硬さは変わらないね。失礼しますよ、割れちゃう前に。まあ出たばっかだから、なんかつながってた何かがついてますよ。クサガメは何匹飼うことになるんでしょうか。これでっかい池を作らないと無理だね、これね。まだ出るんじゃないの。あ、ちなみにこの横にいるのはね、メスなんで、はい、暖かい時期にね、ちっちゃいオスと一緒にしてるんですが、これくらいのオスと、ね、10センチくらいのオスですね。かかってたらこちらは有精卵、かかってなければ無精卵ということになりますが、どうでしょう。あ、また産んでる。拡大、出た出た、めっちゃ産むね。やっぱこれだけ体が大きいと安定してたくさん産卵するんですね、大きな卵を。ちなみにこのお母さん草がね、毎日餌をボリボリ食べてましたよ。いつもと変わらない感じでしたが、こんだけの卵がお腹にあったんですね。ちょっとね、はい、餌を食べてきてます。まあこの子もこの間3個卵産みましたからね。ちょっとごめんよ、失礼します。失礼します。めっちゃ産むね。9個。いや、まだ産むよ、ほら。産んだ、まあ、産んだ。すごい、産んだ瞬間いただきます。卵回収業者でございます。10個、すごいね。仕事に行きませんね。はい、また生まれました。11個目。めっちゃ産むね。11個、すごい。はい、12個目、いただきます。鶏の卵をね、回収する糸みたいになっちゃったね。12。さあ、まだ産むんでしょう。ちなみにこの亀、去年救助した時にね、
3個産んだ後にレントゲンに12個つってるかね。全部で15個お腹にあったことになりますが、今回はどうでしょうか。はい、そして13個。頑張れ頑張れ。出た。ほい。14個目。出た。15個目。生まれた瞬間の卵ですね、これが。綺麗。16個目。すんげえ産むね、おい。16個。形が変だぞ。お、レアな形が出ました。あー、なんか、くっついてないかね。これはどうなるのか楽しみですね。有精卵だったらいいな。変わった形。さあ、増えてまいりました。すごい。これまだ産むんじゃないの。さあ、17個目来るか。キャッ、17個目。はい、いただきまーす。17個目。これに入りきらない。はい、でっかいに用意してましたけどね。そうしたらまたこの18個目。18個目いただきます。はい。はい、18個目。18個と思ったら19個目いってます。形がね、変な形になっていたので多分これで終わりでしょう。もうね、ここまで19個、ここまで来たらあともう1個で20個にいってもらいたいところですが、どうでしょうか。なんとお母さん今年も19個も卵を産みましたが、無事帰るのかどうか、有精卵なのかどうかは分かりません。このね、卵が帰るのかどうかお楽しみにね。はい、これからね、この卵たちを多分有精卵だと思うんだよね。環境を整えて観察していきたいと思います。無事生まれたらいいな。はい、帰ってきたら20個目生まれてましたね。20個目。割れちゃってるよ。割れちゃってます。